とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はコメントいただきました、ありがとうございます。アーティファクト欄も見せてくださいということですね。ありがとうございます。お見せしましょう。アーティファクトはね、まあ256か、あれが最強なんですけども、まだね最強のやつを持ってないのが多いですね。釣り竿255で、エレメントのカバンも確か255が最強だったんじゃないかな。うん、256はなかなか出ませんね。でブーツはまあこれ別に1でも256でも性能変わんないんですけども、まあ見た目としてこれがありますね。うん、やっぱ基本的にやっぱ254が多いイメージです。まあたまに255がありますね。うん、あ、俺やよくよく見てみたらあれだな、256ってほぼないな。ほぼ持ってないな。うん、あ、で森の矢筒だ、森の矢筒が254ぐらいのやつ欲しいんですけど、なかなかねこれ出ないんですよね。まあ海底のステージに行くのがちょっと嫌だっていうのがあって、行ってないんだよな。行かなきゃね。まあ行ったとしても森の矢筒がなかなか出ないんですよね。うん、これはちょっと、もう少し強いのを取りたい。多分256にするとダメージ190万とかそれぐらいいくんじゃない？うん。この装備とはちょっと段違いの強さになりそうですね。んで、キノコ。ああ、ほんと持ってないな。氷の杖ね。あ、で、スピンブレード。これは256ですね。これはなんか頑張った気がする。どうしてもこれ欲しくって。でも、取ったはいいけど、あんま使わないんですよね。あんまり使わない。自分の周りをね、ある程度ぐるぐる回せるようにはなってるんだけども、そんなにダメージが出ないっていう。これ、もう少しなんか使えるようにしてほしいね。で、魂のヒーラー、ソウルヒーラーもこれ、昔はね、発売当初はちょっと使ったことあったけども、もうほぼ使わないよね。これにソウル使うぐらいだったら、別で使った方がいいし、まあ、ヘルスシナジーとかね、あと回復系のエンチャントで何とでもなるんで、これ使わないよね。で、種ね、種好きだから256欲しい。で、炎症のトーテム、これも、出たはいいけどもさ、多分アーティファクトで一番新しいのがこれなのよ。でも、ほぼ使ったことがない。いらないもんね。これ使ってる人いるのかな？なんか使い方がいまいち謎なやつですね。やっぱエレメントのカバンは255が最高みたいですね。256欲しい。で、苦痛の矢筒も254しかないんだよな。これもね、256が欲しいところです。やっぱね、254と256じゃ、ダメージ全然違うんですよね。全然違う。あ、で、スピンブレード、2つ、256持ってる。2つ持ってんだ。だから、スピンブレード二刀流ができます。まあ、弱いけど。で、アップドラフト、おー、256のアップドラフト持ってたんだ。これもタワーでは使うけど、普段はね、そんなに使わないんですよね。羽ぴょんで使っていければいいけども、本を開いて発動するまでの時間が長いのよ。すぐに発動してくれればよかったんだけども、ちょっとね、普段使いはやりにくいかな。で、まあ、あとこんな感じですね。ランタン使わない。ランタン使わない。ゴーレムもまあ、そんな使わないですよね。で、稲妻の矢筒ね。稲妻の矢筒。これは256をこの前、ゲットしたので、もう一つ欲しい。まあ出ないと思うけどね。まあ出ないけども、やっぱりね、254と256じゃダメージ全然違うので、欲しいね。で、ビーコン使わないけど、まあ256を持ってる。で、パワーシェイカーね。二つあるけども、254と255。
ハーベスターは256ですね。ソウルビルドで使いますね。で、これだ。この前出た稲妻の矢筒。256ね。あ、俺、影の断片は、そうか。これは、なんか中途半端なやつ持ってるね。うん。まあ、こういうのも、まあ、254とか、それぐらいのやつをゲットしたいところです。まあ、アーティファクト欄はこんな感じですね。うん。基本的には254が多いっぽいです。まあ、その中に混じって255とか256がちょっとある。そんな感じです。やっぱりね、アーティファクトの厳選は難しい。難しい。あの、デイリークエストが1日1回しかできないし、まあまあ、セーブしてね、やり直せばいいんだけども、そこまでの気力がないっていうね。まあ、もう少しね、これは、厳選をね、頑張っていきたいと思います。はい、こんな感じでした。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。